表面が乾いてますね。割と乾き気味で、根っこ、なんか根っこみたいのがこっちだか、こっちか、でこっちはね、わかりやすいかな。根っこみたいのが、あ、ちょっと葉っぱさん、根っこみたいなところが出てきてるな。土、まあ、土をしないといけないかもしれない。でなんかね、カメラで見たらなんか食われて、こ、あ、食われてた、やっぱり虫食い、これ。なんかね、丸く食われてたのが長っぽさくなってる。丸く写ってたんだけど、写真で見たら。じゃあ、これちょっと目かきしちゃうかな。一番長い枝が44センチ、45センチぐらいかな。45センチ。これをちょっと畑に植えちゃう手もあるな。ちょっと多すぎるな。今こっちが1,2,3,4,5本、5本とちっちゃいの、まあ、5本ですね。でっかいのは5本で、こちらは結構多いんだよな。1,2,3,4,5,6本生えてんだね。2本取っちゃっていいかな、これ。なんかそういう時にあれなので、ちょっと思い切って、ちょっとこの間見かけがちゃんとね、取ってみますね。これを押さえながら、ひねってひねりながら引っ張り上げます。こんなでかくなってからも掛けする人いないかもしれない。お、あ、これじゃちょっと、あ、これダメだな。これだと植えてもダメかもしれない。しょうがない。ちょっとうまくいったかな。でもちょっと根っこがダメだな。これじゃ根っこ切れちゃってるから。まあでもね、芽かきしたやつは植えても基本的に生えてくるらしいんで、ちょっと植えてみよう。合計4本、4本スカスカになっちゃった。これね、芽かきをした後必ず追肥しなきゃいけないんだけど、液肥しかないので液肥を入れます。これ冷えてない液肥大丈夫かな。とりあえずじゃあ、じゃないと弱ってしまってる。芽かきの後は弱るので、じゃあ、こっちの水田ちょっと入れてから。